共産党。共産党の C。ABC。お前何言ってんだよ。むちゃくちゃ心配だよ。頭を、床屋行って来い。何戦争の準備をすれば戦争の確率が高くなる平和を望むなら、戦争の準備でなく、平和の準備をすべきだ。立派だよ。じゃあ、平和の準備って一体何することなんだよ お花畑を作ることなのかもう何言ってんだよ。平和の準備ってのはどういうことかっていうと、例えばな、一家の親父が家族を守るために、おい、うちの家族に指一本触れてみろ。俺はお前らと一緒に死んでるぜ。っていう覚悟を見せることじゃないのかそこまで凄まれたら、あの一家には手出さんとこって言って凄ごすごと退散するのが中国共産党じゃないのかあ,あ、違うわ、これ。 共産党か日本共産党危なっかしいね ABC。どこと結託してんだよ、C。日本を丸腰にして、ペロリといただこうって作戦か大体あれだろ、平和の準備って、対話とか外交とか言うつもりなんだろ。そう。お前にどんな対話と外交ができるんだよ。何やってんだよ。中国共産党の手先じゃないか、単なる。 日本を弱体化させて、ペロリと行こうとしてるんだろそうはいかねえよ。何言ってんだよ、お前。共産党も随分、高齢化が進んできて、若い人間が入ってこなくなってるぞ。その辺から何とかしないと、増え、けど、踊らずになってるぞ。まあ、せめて自民党を倒してから言ってくれよ。結局、共産党として、なんか、政党、助成金もらって、ぬくぬくと暮らして、 日本国民のことなんて何も考えてないじゃないか。何言ってんだよ、お前。なんで、そんなことして、生きてられるんだろう。ちゃんとしてくれよ。共産党も別に、恨みはないんでね。頑張って働いてくれよ。とりあえず、平和の準備ってのは、何をすることなのか、具体的に過剰書きで、ちょっと、放課後まで先生に提出しなさい。いいかね シー君、それじゃあ。